ありがとうございます。アンコールの方ですね、本当に全然用意してなかったものですから、僕たちね、レイニーズという名前の通り雨なんですよね。まあ、今日はこんなね、晴れてすごくすがすがしい感じで、爽やかな曲も やってますけども、基本僕たちね、結構ダークな部分がありまして、今日はですね、最後にそんな ダークな感じでちょっとね、やりたい曲をやろうかなと思っております。本当に今日はですね、10時から、このイベント始まりまして、もうすぐ、どのくらいですか、もう3時過ぎましたもん、ね、結構な長丁場なイベントだったんですけども、最初からですね、最後まで投資で見てくれてる方もいたりですね、本当に嬉しく思っております。ここでもですね、定期的にライブイベントの方、いろんな方が主催されてやってますので、ぜひまたこの掛川道の駅ですね、こういうイベントがあるよということを、覚えていただいて、ぜひまた来てほしいなと、思っております。今ですね、なかなか音楽やる方がね、少なくなってきてる時代ってこう言われてますけどもね、でも楽器やりたいなと思ってる方はたくさんいると思いますので、みんなの力でそう楽器をね、みんな持っていろんなところでライブができて、そういう楽しいね、街づくりね、掛川がそういう街になってくれたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひね、協力の方もお願いいたします。それではいきますか。では、最後にですね、ではちょっと静かな曲なんですけれども、少女というですね、曲を聴いてください。任せ僕から君へ
以上を申しましてですね、はい、あの OK ですよね、OK、はい、あ、挨拶、はい、以上を申しましてですね、10時から、開催されましたこの滝川道の駅の、ウィンターライブ、H2N 二松楽器プレゼンツ、ウィンターライブですね、これをもちまして終了ということに、なります。本当に皆様どうもありがとうございました。ありがとうございます。また、今年の道の駅ライブはこれで終わりですよね。また来年も、この道の駅ライブですね、どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひまた足をお運びください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。